おお、いいじゃないですか。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。はい、どうも、料理のおじさん、リュウジでーす。今日もリュウジの料理トレチャンネルにお越しいただきありがとうございます。今日の、レシピはね、ハイボールをね、作っていきたいと思います。はい、まずですね、こちら、いいタンブラーを用意してください。見てください、これタンブラー。主婦100万人粒子お願いランキングとかですね。この間ね、お願いランキングもらったんですけど、100万人様のお祝いってことですね。もらってしまったらですね、もう飲むしかないと。角を適量入れていきます。からのウィルキンソンです。カラカラハイボールに一番合うおつまみっていうのをですね、しかもすぐできる、コストも安くできる。今回作らせていただくのはジャガイモのパイユです。ワンピースの料理です。はい、作っていきたいと思います。はい、それではですね、作っていきたいと思います。包丁でもできるんですけども、今回はね、このおろし器あります、これのね、細かめのやつでやっていきたいと思います。これだとね、すぐねできますんでね。包丁でやる場合はなんかピーラーかなんかで薄く剥いてから、細かめの千切りにするとすごくいいです。こんな感じ。日頃の鬱憤をね、ここで全て発散するように。お前が悪いんだ。ということですね、ここに、はい、こんな感じで薄くできましたら、こいつを焼いていく。はい、それではやっていきたいと思います。ちょっとね、大きめのフライパンにしてください。小さいフライパンでもできるんですけども、そうするとね、ちょっとね、じゃがいもチヂミみたいになっちゃうんでね。油ね、多め、大さじ1ちょいですね。はい、大さじ1ちょっと多めですね。そこにですね、先ほどおろした、このじゃがいもさんも、ね、できるだけ薄くです。ここポイントですよ。薄く焼きましょう。薄くやることによって、パリパリ感でね。追い油、追い油していきます。はい、大さじ2ぐらいやっちゃっていいですね、これね。こんな感じでね、いい感じですよ、皆さん。そしたらですね、ひっくり返していきます。はい、おー、いいじゃないですか。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。結構ね、焼いていきますよ、これね。もう一回ぐらいひっくり返していきます。お塩振ってください。好みの量です。僕は酒飲みなので結構振ります。この料理はね、塩だけですごい美味しいです。はい、じゃがいもってかなり旨味を蓄えてるんでね。こんな感じになったら、じゃがいもパイの完成になります。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。手づかみでいきたいかなっていうふうに思います。もうね、結構ね、パリパリになってます。焼いただけですよ、これ。塩だけですよ。これザクザク感聞こえますかね。あー、うまー。これは酒進むわ、これね。粉チーズね、いただきます。うん、うん、チーズの香りと旨味がのっす。これね、ケチャップですね。わお、これ作ってくれるファーストフード店ないかな。通うんだけど、ザックザク、ほんと美味しい。これじゃがいもだけでこんなに美味しくなるんだなって感じですね。うまっ。カラカラー。ハッシュドポテトとは違うんですかって言われましたけど、ハッシュドポテトと違いますね。何が違うかっていうと、ハッシュドポテトっていうのはもうちょっとね、崩してあるんですよね、ポテトをね。ポテトを崩してから揚げるっていう調理をしてるので、ハッシュドポテトはちょっと違うんです。これはですね、生のまま千切り、薄く千切りにしたものを、平たく焼いてるんで、どっちかというとポテトチップスで違うんですね。ハッシュドポテトとポテトチップスの中間ですね。お酒に合うな。撮影ちょっとね、まだ残ってるんですけども、全部飲んじゃいました。お酒ありきです、これは。はい、まあまあ3時のおやつとかもね、いいんですけどね。ザクザク感が伝われば僕はもう満足です。ということでですね、じゃがいもパイユ、パイユっていうのはね、麦わらのことですよ。はい、ということで皆さん、ぜひやってみてください。今日の料理が美味しそうだなとかですね、
やってみたいなっていうふうに、ほんとね、少しでも思っていただけたら、ぜひですね、チャンネル登録および高評価のほどよろしくお願いします。